南極点に到達したスコット隊、1912年1月18日、後列左からウィルソン、スコット、オーツ、前列左からボーワーズ、エヴァンステラノバ遠征は、1910年から1913年にロバート・ハルコン・スコットが率いた、イギリスの南極遠征であり、主要目的は科学的実験、観察と標本採集であり、第二の目標が、 地理的南極点に到達することだった。スコットと4人の隊員が1912年1月17日に南極点に到達したが、そこではロアールアムンセムの率いたノルウェー隊が33日前に到達していたことが分かった。南極点からのキロにスコット隊全員が死んだ。その遺体、日誌、写真のいくらかが8ヶ月後の捜索隊によって発見された。 スコットは経験を積んだ極地探検の指揮官であり、1901年から1904年にはディスカバリー遠征隊を率いて南極に来ていた。テラノバ遠征という名前はその補給船から名付けられており、大衆の寄付金を政府が助成金を出して補った資金で動く民間の事業だった。海軍本部からの支援があり、経験のある水兵を遠征隊に送った。また、 法律地理学会からの支援もあった。南極点への挑戦とともに包括的な科学調査を実行しており、ビクトリアランドと西部山脈を探検した。エドワード7世半島への上陸と探検の試みは失敗した。1911年6月と7月にケープクロージャーに旅したのが南極の厳冬期では初の長距離のそりの旅となった。 スコットはその死から長い間悲劇の英雄として変わらない評価だったが、その南極天行隊を打ちまかした災難の原因についていくつか疑問が投げかけられるようになった。20世紀の第4四半期ではタイの行動が細かく精査され、その組織や管理について多くの批判的見解が表明されるようになった。スコット自身の責任の程度が評論家の間で議論の対象になっている。 スコットとアムンセンが取った南極点に向かう経路、1911年1912年1904年にディスカバリーが南極から帰還した後、スコットは海軍での任務を再開したが、南極に戻りたいという野望は持ち続け、特に南極点到達を目標に据えていた。ディスカバリー遠征では南極の科学的及び地理的知識を大いに増やしたが、南港という点に関しては、 南位82度17分に止まり、グレートアイスバリアを横切ることもできなかった。1909年、スコットはアーネスト・シャクルトンのニムロド遠征が南極点の寸前まで行きながら、到達には失敗したという知らせを受け取った。シャクルトンは、スコットのディスカバリー遠征で拠点としたマクマードサウンドに近い基地から出発し、グレートアイスバリアを横切り、ベアドモア氷河から、 南極大地に向かうルートを発見し、南極点に向かった。しかし、南位88度23分と南極点まで100回里まで迫ったところで退却を強いられた。しかし、スコットはマクマードサウンド地域を自分の作業現場と言って、その優先的利用権を主張し、シャクルトンがその地域を基地に使ったことは、それをやらないと誓っていたことに対する違廃行為だと主張した。 このことで二人の探検家の関係が悪化し、スコットにとってはシャクルトンを超えるという決意の強さを増すことになった。スコットは次の遠征の準備をしながら、別の極限体験遠征が計画されていることを知った。日本の遠征隊が近々起こされる予定だった。ダグラス・モーソンの指揮するオーストラリア遠征隊は1911年に出発したが、大陸の別の部分で動いていた。 一方、有力なライバルであるロアール・アムンセンが南極探検の計画を発表していた。スコット大佐、遠征隊長テラノバ遠征では、大隊要員を含め65人が陸上と戦場の部隊を形成した。8000人の応募者の中から選ばれ、その中にはディスカバリー遠征に参加した7人のベテランと、1907年から1909年に、 シャクルトンに同行した5人が入っていた。1904年のディスカバリー救出作戦で、モーニングの航海士だったエドワード、テディ、エバンス大尉が、スコットの副隊長に指名された。エバンスは独自の遠征隊を起こす計画を放棄し、財政的裏付けも、スコットの方に移した。海軍本部が、この遠征隊に出したイギリス海軍の人員としては、ハリー・ペネル大尉が航海士となり、 陸上部隊が上陸した後は、船の指揮を取ることになっていた。他に、ジョージ・マレー・レビックとエドワード・イル・アトキンソンという二人の軍医がいた。元海軍士官のビクター・キャンベルは、ザ・ウィッキド・メイトとも呼ばれ、スキーの技術がある数少ない者の一の人であり、キング・エドワード・七世半島を探検する隊を率いる者に選ばれていた。イギリス海軍ではない士官が二人指名された。 バーディと呼ばれたヘンリー・ロバートソン・ボアーズは王立インド海兵隊の隊員であり、ローレンス・オーツアはイギリス陸軍第六流気兵隊の隊員だった。オーツは個人的にも裕福なものであり、隊員に志願して、その資金のために千ポンドを払っていた。海軍本部はほとんど海軍の可視官以下のものも提供した。その中には南極のベテランであるエドガー・エイバンス、トム・クリーン、 ウィリアム・ラッシュリーがいた。さらに、本体の会員には、パトリック・キー・ヘインとロバート・フォード、トマス・クリソルドとフレデリック・フーパーがいた。ブルガリア人のディミトリ・ゲロフとロシア人のアントン・オメルチェンコも、上陸部隊に入っていた。科学観測隊を率いる者として、スコットは、エドワード・ウィルソンを首席科学者に指名した。ウィルソンは、隊員の中でも、スコットの信任が厚かった。 ディスカバリー遠征の時は、スコットと共に、当時の最南端記録を出した行軍について行った。資格ある医師のチームもあり、スコットの電気作者、デイビッド・クレーンの言葉では、極権探検ではかつてない、素晴らしい科学者グループだった。その中にはその後に結出した功績を残した者も,も、いた。気象学者のジョージ・シンプソン、カナダ人医師チャールズ・ライト、 地質学者のフランク・デベナムとレイモンド・プリー・ストリーがいた。地質学者のティー・グリフ・ィステーラー、生物学者のエドワード・ウィリアム・ネルソン、動物学者助手のアプスリー・チェリー・ガラードも科学者チームだった。チェリー・ガラードは科学的訓練を受けていなかったがウィルソンが庇護しているものだった。チェリー・ガラードもオーツと同様にセンポンドを寄付していた。最初はスコットに断られた後、 その寄付をそのままにしておくことを認め、そのことがスコットに印象を与えて判断を逆転させることになった。スコットの電気作者、デイビッド・クレーンは、チェリー・ガラードのことを遠征隊の後の通訳、歴史家、両親と表現している。ハーバート・ポンティングは遠征隊のカメラマンであり、その写真は快活な視覚的記録となって残った。フ不理調不難線の助言に従い、 スコットは若いノルウェー人のテラノバカンパン上のポニースコットは物資輸送手段として複数のものを組み合わせる戦略を決めた。すなわち犬ぞり、モーター駆動ぞりよびポニーだった。犬ぞりのチームを統括する者としてセシル・メアーズを指名しモーター駆動ぞりを走らせるためにシャクルトンの元モーター専門家バーナードデーを採用した。オーツが ポニーの担当となったが、オーツがタイに加わったのは1910年5月になってからであり、スコットは馬のことは何も知らないメアーズにポニーを購入するよう指示した。その結果はポニーの性能と働きで不運なものになった。モーター運搬とポニーの利用は、シャクルトンの1907年から1909年の遠征で南極に導入されたのが始まりだった。スコットは コニーがシャクルトン隊でもよく働いたと信じており、モーターの可能性についても影響を受けていた。しかし、スコットは常にその極限探検の大半で人力輸送に頼る傾向にあった。人力以外の方法はバリアを超えて荷物を運ぶ手段であり、後の氷河や大地の段階のために人が力を温存しておくことを可能にするものだった。実際に、 ウォーター駆動ゾリは短期間使えただけであり、ポニーの能力はその年齢や悪い条件に影響された。犬についてはディスカバリー遠征におけるスコットの経験からその信頼性を疑うようになっていたが、スコットの記述からはその有効性を頼りになると認識していたことを示している。この遠征で経験したように、スコットは次第に犬たちの能力に印象を受けるようになっていった。 食品会社の奥ソが遠征の多くの商業スポンサーの一つだった。ディスカバリー遠征では、資金集めを王立協会と王立地理学会が共同で行ったが、テラノバ遠征は、それとは異なり、そこそこの機関の支援はなく、民間事業として組織化された。スコットは総費用を4万ポンドと見積もった。その半分は、政府からの助成金から得られることになった。残りは、 大衆の寄付と借金で集められた。この遠征隊はさらに、好意的な会社から、物資や装置を無料で提供されることでも援助された。資金集めはほとんどスコットが行い、その時間とエネルギーを使わせた。それはテラノバがイギリスを経って、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドでも続けられた。費用の中でも一番大きな使途は、遠征に使う、船テラノバであり、 12500ポンドだった。テラノバはディスカバリーの第二次救援作戦の一部として南極海に行ったことがあった。スコットは軍艦機の下にイギリス海軍の艦として航行することを望んだ。それを可能にするために100ポンドで王立ヨット戦隊の会員になった。これで遠征隊には海軍の規律を課することができ、戦隊のヨットとして登録した。 テラノバは、商務省の規制を外れ、航海に適しているとみなされることになった。氷山に開いた、洞窟、1911年1月5日、ハーバート・ポンティング撮影、アレクサンダー・ターンブル図書館像スコットは、当初の大衆向け発表で、遠征の目的を次のように定義した。この遠征の主目的は、南極点に達することであり、 イギリス帝国がその達成の栄誉を確保することである。他にも科学と地理学の目的があった。主席科学者のウィルソンは科学的作業がこの遠征の主たる仕事だと考えた。それが極点に達することだけだと言えるものはいない。我々は科学的作業により極点に達すことだけが結果ではないようにすると言っていた。ウィルソンはディスカバリー遠征の時から ケープクロージャーのペンギン生息地の調査を継続することを期待し、地質学、磁気学、気象学の研究を前例のないような規模で遂行するつもりだった。またキングエドワード七世半島を探検する計画があり、それを率いていくキャンベルは全員遠征隊のそのものと表現していた。さらにビクトリアランド探検の計画もあった。テラノバ、1910年12月。 ハーバート・ポンティング撮影テラノバは1910年6月15日、ウェールズのカーディフを出港した。スコットは遠征に関わる業務で拘束されており、その後で拘束の旅客船で追いかけ、南アフリカで合流した。オーストラリアのメルボルンでは船を離れて資金集めを継続し、テラノバはニュージーランドに向かった。メルボルンでスコットを待っている間に、 アムンセンから電報が入り、ノルウェーも南に進んでいることを伝えてきた。その電報で、スコットは初めて競争になっていることを知らされた。スコットは新聞から反応を求められ、その計画を変えるつもりがないことと、極点への競争に勝つために科学的目標を犠牲にするつもりはないことを返信した。スコットはその日記に、アムンセンは成功する可能性が高いことと、 おそらく成功すればその運に値するであろうことを記していた。スコットはニュージーランドで再度テラノバに交流し、そこで34匹の犬、19頭のシベリアポニー、3台のモーター駆動ゾリを含め物資を積み込んだ。大量の物資を積み込んだテラノバは1910年11月29日にポートチャルマーズを離れた。12月初旬、船は激しい嵐に襲われた。 ある時点では荒海に入ってポンプが故障し乗組員たちはバケツで水を汲み出す必要があったこの嵐のためにポニー2頭犬1匹10トンの石炭65エーガロンの石油が失われた12月10日テラノバは南からの総評にあって停止し20日間を使った後に氷を割って南に進んだこの遅れをスコットは全くの不運としたが それにより61トンの石炭を消費した。エヴァンス岬で建てたスコットの小屋の内部テラノバは1911年1月4日にロスト沖に到着し、島の東端にあるケープクロージャー周辺に上陸が可能な場所を探った。その後西にあってディスカバリーでもニムロドでも上陸したことのあるマクマードサウンドに進んだ。スコットは様々な越冬場所候補を検討した後で、 ディスカバリー遠征の時にスキュアリーとして記憶された岬を選んだ。1902年にハットポイントの基地としたところから北に約15マイルだった。スコットはその副隊長からエヴァンス岬と解明したその場所が短い南極の夏で氷がないことを期待し、船が行き来できることを期待した。海が南から凍ってくると、ハットポイントやバリアに向けて、 氷の上を行くことができるはずだった。エヴァンス岬では陸上部隊が下船し、ポニー、犬、三台のモーター駆動ゾリを下ろし、タイの物資の多くも陸上げした。ポニーが船から陸に物資を運ぶときに、スコットはその強さに驚かされたプレファブの小屋は50フィート X25 フィートあり、1月18日に建設され、住居とされた。スコットの計画にはバリアの東にある、 キングエドワード七世半島を探検し、科学的観測を行うことも入っていた。キャンベルの指揮する一体がこの目的で組織され、キングエドワード七世半島に接近できないと分かった。時には、北西のビクトリアランド探検も選択肢にあった。1911年1月26日、キャンベル隊が船で出発し、東に向かった。この隊は、 キング・エドワード七世半島への上陸を数回、試みて失敗した後、その選択肢である、ビクトリアランドに向かった。バリアの縁に沿って、西に向かっている時に、アムンセンの遠征隊が、バリアの入り江であるクジラ湾でキャンプを張っているのに、出会った。アムンセンは礼儀正しく親切であり、キャンベルが近くで、キャンプするのを歓迎し、その支援のために犬を提供した。 キャンベルはそれを丁重に断り、隊員と共に、エヴァンス・岬に戻ると、この展開を報告した。チェリー・ゲラーによれば、スコットの、その隊員の最初の反応は、クジラ湾に急行したアムンセンと、決着をつけようということだった。しかし、スコットはその日誌にこの事件を静かに記録した。一つだけ私の心に止まったものがある。適切さと共に、賢明さ。 これが起こらなかったかのようにまさに進行している。恐れや強行なしに我が国の栄誉のために前に進み最善を尽くすことだ。と記した。第1年目の目標はバリアの円から難易80度まで一連の補給所を置くことであり、翌年春に始まる南極業のための準備だった。最後の補給所が最大のものであり、一トンデポと呼ばれることになった。 この仕事は12人の隊員、8頭の最適なポニー、および2組の犬ぞりチームで行われることになっていた。氷の状態が悪くモーター駆動ぞりは使えなかった。ハットポイントにあるスコットのディスカバリー後や、テラノバ遠征では避難所と倉庫として使われた。この工程は1月27日に出発し、チェリーガラードによれば、強行に近いような大急ぎだった。進行は、 予定よりも鈍く、バリア行きのために必要とした、ノルウェーの雪靴がエヴァンス岬に残されていたために、ポニーの能力が逆に影響した。2月4日、ハットポイントから40マイルの地点にコーナーキャンプを設営した。ここで、ブリザードのために3日間停滞した。その数日後に行軍が再開され、スコットは弱い方のポニー3頭を繰り返した。 補給所設置隊が難易80度に近づいたとき、スコットは隊が即座に基地に引き返さない限り、残っているポニーが基地まで戻れなくなることを心配した。前進を望んだオーツの助言に逆らい、倒れたポニーを殺して肉にし、難易79度29分に1トンデポを置くことに決めた。そこは前もって意図した場所よりも30マイル以上、北だった。スコットは、 クレバスに落ちた犬のチームを救うために自分の生命を危険にさらした後で犬を連れてセーフティキャンプに戻った。鈍いポニーの隊が到着した時そのうちの一頭が大変悪い状態にあり間もなく死んだ。その後残っていたポニーが近くのハットポイントまで海票を渡っている時に氷が割れた。決死の救援活動を行ったがさらに三頭のポニーが死んだ。 補給所設置の旅に出た8頭のポニーのうち、戻ってこれたのは2頭だけだった。1911年4月23日、太陽が昇らない陶器となり、タイはエヴァンス・岬の小屋に入った。スコットの海軍のやり方に従い、小屋は放送用の木枠で作られた壁で仕切られたので、士官とその他はほとんど別の存在で生活し、科学者たちはこの点では士官とみなされた。 誰もが忙しくしていた。科学者は観測と計測で働き続け、機械類は分解修理されて将来の旅に備えた。残っていたポニーは日々の運動が必要であり、犬たちは定期的な注意を必要とした。スコットは多くの時間を割いて来たるべき極点業のためにそりに積む食料と重さを計算していた。日常の活動には、 幅広い科目に関する定期講義も入っていた。ポンティングは日本について、ウィルソンはスケッチについて、オーツは馬の管理について、地質学者のフランク・デベナムは火山について講義した。体力を維持するために小屋の外で薄明かりの時にフットボールのゲームが頻繁に行われた。スコットはアットキンソンがこれまで見た限り最良のプレイヤーだが、フーパー、P.O. エヴァンス、 クリーンも大変うまいと記していた。ディスカバリー遠征の時にシャクルトンが創刊したサウスポーラータイムズがチェリーガラードの編集で復刊された。6月6日、スコットの43歳の誕生日を祝うために祭りが設定された。6月21日の2回目の祭りは当時の日であり、長い曲やの中間点だった。アムン戦隊が出発したという知らせが、 エヴァンス・岬に届いた後、キャンベルの東隊は北隊に変わった。1911年2月9日、この隊は船で北に向かい、2月17日にケープアデアに近いロバート・ソン湾に到着し、ノルウェーの探検家、カルステン・ボルク・グレビヴィンクの古い宿泊所近くに小屋を建設した。1899年にカルステン・ボルク・グレビヴィンクがケープアデアに建てた小屋、 キャンベルの北隊がこの近くでキャンプを張った北隊は1911年の冬をこの小屋で過ごした。1911年から1912年にかけての夏にその探検計画は開票の状態が悪かったことと内陸への道を発見できなかったことのために十分に実行できなかった。寺の場はニュージーランドから1912年1月4日に戻り、この北隊を エヴァンスコーブ近くまで運んだ。そこは、ケープアデアからは、約250マイル南、エヴァンス岬からは200マイル北西にあった。このタイはさらに地質調査を行った後の2月18日に、船に拾われる予定だったが、暑い総評のために船が近接できなかった。このタイは、食料が乏しかったので、魚やアザラシの肉で補い、1912年の冬は、 インエクスプレシブル島に掘った雪の洞窟で越すことになった。ここで彼らは、当初、上、赤リ、というひどい生活を送り、強風や低温で追い打ちをかけられ、狭い宿舎の中で、アブラミストーブの深いさに耐えた。1912年4月17日、極点業態の不在の時に、エヴァンス岬を指揮していたエドワード・アトキンソン指揮の隊が、キャンベル隊の救援に向かったが、 悪天候のために引き返した。北隊は氷の部屋の中でその冬を生き残り、1912年9月30日にベースキャンプに向かって出発した。解決病の兆候が現れ肉体的に弱っていたが、隊員全員が11月7日にエヴァンス岬に到着できた。その途上では難しいドリガルスキーゴリジタを越えることなど危険な旅があった。 北隊が集めた地質標本などは1913年1月にテラノバによってケープアデアとエヴァンスコーブから集められた。第1次地質学遠征、1911年1月から3月、この旅の目的は、マクマードサウンド西の海岸地域、マクマードドライバレーとコートリッツ氷河の間の地域で地質的探検を行うことだった。その作業は、グリフィス・テイラー、デベナム、 ライト、P.O. エヴァンスが作る隊が遂行した。彼らは1月26日に、テラノバから、エヴァンス岬とは、対岸、ビクトリアランド岸のバターポイントで上陸した。1月30日、フェラー氷河地域に、主著像所を設立し、続いて、ドライバレーとテイラー氷河で探検と調査を行い、その後、南のコートリッツ氷河に移動した。そこで、さらに調査を行った後、 3月2日に戻り始め、南寄りの経路をたどって、ハットポイントに向かい、3月14日に到着した。第二次地質学遠征、1911年11月から1912年2月、この第二次遠征は3月までに行ったものの、続きであり、この時は、バターポイントの約50マイル北にあるグラニットハーバー地域を中心とした。テイラーについて行ったのは、デベナム。 クラン、フォードだった。主たる皇帝は11月14日始まり、グラニットハーバーまで、海票の上の難しい旅を行い、11月26日に到着した。本部をジオロジーポイントと名付けた場所に設営し、石の小屋を建てた。その後の数週間で、マッケー氷河の探検と調査が行われ、氷河の北にある地域の地形を見極め命名された。 このタイは1912年1月15日に寺の場に拾われる予定だったが、船が接岸できなかった。タイは2月5日まで待機し、その後南に進んで、2月18日に最終的に船から死人された時に氷から救出された。西部山岳遠征隊の採集した地質標本も1913年1月に寺の場が回収した。このは、 エドワード・ウィルソン博士が思いついた、ディスカバリー遠征の科学報告書の動物学の部で、その必要性を提案しており、この以前の調査をフォローしたいと願っていた。その旅の科学的目的は、ケープクロージャーに近い皇帝ペンギンの繁殖地から、初期排乱の段階で卵を確保することであり、それで、鳥の繁殖における特別な地点が研究できる、はずだった。 このためには放乱の初期段階である真冬に卵を取得する必要があった。二つ目の目的は次の夏の極点量に先立って食料と装置を実験しておくことだった。スコットがその案を承認し、ウィルソン、ボアーズ、チェリーガラードで構成されたタイが1911年6月27日に出発した。皇帝ペンギン南極の冬に動くことはそれまで試みられていなかった。 スコットは、それが、大胆な冒険だが、適材がそれを試みることになると記していた。チェリーガラードは後に、ケープクロージャーまで60マイルの旅に用した19日間の恐怖を語っていた。機械、衣服、寝袋は常に凍っていた。7月5日、気温は赤市77度以下に下がった。下の109度、闇と凍った衣服の中で誰もが耐えたいと望む寒さと、 チェリーガラードは記していた。1日に進める距離が1マイル以下のことも多かった。この体は、ケープクロージャーで大いに苦心していし、雪のブロック、および屋根のために持っていたカンバスで岩小屋を建設した。その後に、ペンギンの繁殖地を訪れ、皇帝ペンギンの卵数個を採集した。その後で小屋は、風力11のブリザードによって屋根を吹き飛ばされた。 この嵐は、タイの生きて帰還するために重要となるテントを吹き飛ばしたが、幸いにも半マイル先で回収できた。タイは、エヴァンス岬に向けて帰り始め、8月1日に帰ってきた。この旅で3つの卵を、無事持ち帰り、サウスケンジントンのロンドン自然史博物館にまず、送られ、その後エリンバラ大学で、コッサー、スチュワート博士の研究報告書の対象になった。しかし、 その卵は、ウィルソンの理論を証明することはできなかった。チェリー・ガラードは、その後、この旅を、世界でも、最悪の旅と語っており、1922年に、テラノバ遠征全体の記録として書いた本の第2、その言葉を使った。スコットはこの冬の遠征を、大変素晴らしい功績と呼び、食料と装置の実験には大いに満足して、我々は、 経験が示すことのできる完成に近いところにいると語った。南極天業に使われた経路の地図、補給点と重要な出来事を示す。スコットはウィルソンとボワーズと共にトンデポの南で投資しているのが見つかった1911年9月13日、スコットが南極天業の計画を発表した。16人が残っている2台のモーター駆動ゾリ、ポニー、犬を使って、 バリアに挑み、ベアドモア氷河に至る。この地点で犬は基地に戻し、ポニーは銃殺して食料にする。その後12人が3つの班で氷河に登り、南極大地恋を始める。ブッシュは人間がソリを引いて運ぶ。これら3班のうち1つのみが極点に達する。支援班は特定の井戸で戻ることになる。最後に極点に行く班は行軍の間に、スコットが決める。 というものだった。スコット隊が南極点に向けて出発する11日前、1911年10月20日付で、エヴァンス岬で犬の漁者メアーズに南極点から迅速に戻るために次の文書による命令を渡していた。2月第1週頃、あなたにとって3回目の南極点への旅を始められたい。その目的は第3の南極点班の期間を早めることであり。 船に乗るチャンスを与えるものである。あなたが出発する日は帰ってくる班から受けた知らせ、一トンデポに残しておける犬の食料の量、犬の状態などによらねばならない。今の見込みでは3月1日頃、難易82度あるいは82度30分あたりで帰還する班と落ち合うことが期待される。モーター隊がエバンス岬を10月24日に2台のモーター駆動ゾリで出発し、 その目標は、難易80度30分まで進んで、そこで後続の部隊を待つことだった。11月1日までに、2台のモーター駆動ゾリはまだ50マイルほどしか、進んでいない段階で故障し、この班は740ポンドの物資を人力で引いて、残り150マイルを進むことになり、目標の井戸までは2週間かかった。部隊の残りは、エバンス・岬を11月1日に、 犬とポニーを連れて出発し、先行部隊には11月21日に追いついた。スコットの当初の計画では、犬をこの段階で基地に戻し、物資を補給して、1912年2月から3月に帰還してくる班を出迎えることになっていた。しかし、それまでの進行度合いが鈍かったので、スコットはさらに遠くまで犬を連れて行くことに決めた。デート・フーパーが、 エヴァンス・岬の留守を任されたシンプソンに、この修正に関する伝言を持って出発した。12月4日、タイはゲートウェイに達した。その名前はシャクルトンがバリアからベアドモア氷河に至る時に名付けたものだった。この地点でブリザードが発生し、タイは12月9日まで、そこで宿営したので、氷河行きのための食料を消費し始めることになった。 ブリザードがやむと残っていたポニーを計画通り射殺し、その肉は帰還するタイの食料として保存された。12月11日、メアーズとディニトリが犬を連れて戻り、基地への伝言を持って行った。その伝言は、事態は期待したほどよくはないが、精神を保ち、運が回ってくると言っているとしていた。タイは、ベアドモア氷河を登り始め、12月20日には南極大地にかかり、そこで、 今日が上部補給所を置いた。この時点ではまだスコットから誰が最後の南極点班に入るか提示はなかった。12月22日、南位85度20分でスコットはアトキンソン、チェリーガラード、ライト、キーヘイを送り返した。スコットはアトキンソンに来年3月に南極点から帰還する隊を支援するためにメアーズが国に戻っていた場合に 犬のチーム二つを引いて南に来るということを言い含めた。残った八人が南行きを続け、この時の気象条件は良く、バリアで遅れた時間をいくらか取り戻すことができた。12月30日までに、シャクルトンが1908年から1909年に進んだ工程表に追いついていた。九百十二年一月三日、南位十七度十二分で、スコットは、 南極天行の班を5人と決め、エヴァンスタイー、ラシュリー、クリーンが戻ることにした。5人で南極天に向かうという判断は、もともと4人でことを運ぶというのが基本だったので、物資の重量と食料を再計算した結果だった。南極天行の班が南極天に向かう途中で、1月9日にシャクルトンの最南端である南位88度23分を過ぎた。 その7日後、目標まで約15マイルの地点でアムンセンの黒い旗が死認され、タイは遅れを取ったことを知った。翌日1912年1月17日、タイは南極点に達した。南極点。そうだ、しかし予想していたのとは大変違う環境にある。偉大な神よ。ここは恐ろしい場所であり、最初に到達したという報送なしに、 ここまで苦労してやってきた我々には十分恐ろしいものである。そうだ、ここで得たものがあるスコットはオーストラリアの伝報局に着くまでアムンセンと競争する望みがまだあった。今や最初に知らせを送るための絶望的な戦いがある。我々にそれができるか不安であると言っていた。しかし1月18日、タイはアムンセンのテントを発見し中には いくらかの物資と、ノルウェー国王奉魂7世に宛てた手紙、さらにアムンセンが34日前の1911年12月16日に南極点に到着したというメモが残されていた。南極点のアムンセンの基地、ポールハイムの前に立つスコットと隊員、左からスコット、ボワーズ、ウィルソン、P.O. エヴァンス、撮影は、ローレンス・ソーツ・スコットは自分たちの位置を確認し旗を立てた後で、 その日遅くに帰還の途に着いた。その後の3週間は、深度が良く、スコットの日記は何度か素晴らしい行軍と記されていた。それでもスコットは隊員の体調を心配し始めていた。特にエドガー・エイバンスは激しい投傷になっており、スコットの記録ではかなり動けなくなりつつあった。この隊員がベアドモア氷河の頂部に達してバリアに下る準備をしている頃に、 大津の足の状態も次第に心配なものになっていた。2月7日、タイは下り始め、補給所の場所を突き止めるのがかなり難しかった。天候は良かったので、スコットは半日の休憩を命じ、ウィルソンには地質調査と30ポンドの化石の入った標本をソリに載せることを認めた。これら植物の化石は現在大陸移動の仮説を証明するものとして知られている。 それでも、エドガー・エヴァンスの体力が弱り続けた。手の損傷が治りきらず、激しい凍傷となり、何度か氷の上に倒れて、頭を負傷したと考えられている。彼はいつもの自立した人とは、絶対的に変わっていたとスコットは記した。氷河の底近くで、エヴァンスは倒れ、2月17日に死んだ。一方、エバンス岬では、寺の場が2月初旬に戻ってきており、 この基地を指揮していたアトキンソンが命令されていたように、スコットを出迎えるために、犬と共に南に向かうのではなく、隊員と共に船から物資を下ろすことに決めた。アトキンソンがスコットと打ち合うために南に出発した時、解決病にかかったエドワード・エバンスと出会い、子宮の治療を必要としていた。エバンス隊員はその班の期間中に、解決病がひどくなった。 一トンデポから先は歩けなくなり、仲間の引くソリに乗せられハットポイントの南35マイルまで来た。2月18日、クリーンが一人で歩いてハットポイントに行き、そこでアトキンソンとディミトリ、それに犬ぞりのチームがスコットを出迎える旅の準備をしているのを見つけた。アトキンソンは救援隊を形成し、なんとか生きていたエイバンスをハットポイントまで2月22日に連れ帰った。 ラッシュリーとクリーンは後にこの人命救助の功績でアルバートメダルを受けた。エバンス救援に時間を取られたアトキンソンは経験を積んだナビゲーターであるライトを南に送ってスコットを迎えようとしたが気象学者主任のシンプソンがライトは科学的作業に必要であると宣言した。アトキンソンは続いて2月25日に視野の狭いチェリーガラードを送る運命的な決断をした。 しかし、チェリーガラードはナビゲートができず、エレバス山から見える範囲にある一トンデポまでしか行けなかったので、スコットの命令である3月1日に、難易82度あるいは82度30分で落ち合うことには合わせられなかった。南極天行隊のハカスコットと残っていた3人の隊員は、キロのバリアまで来た段階で、この地域では記録されたこともないような悪天候にさらされてしまった。 この天候と大変な表面のために進行が遅れ、大津の足の状態がさらに悪くなった。スコットは天候が変わることを期待したが、2月終わり近くなると気温をさらに下降した。3月2日、バリア中央の貯蔵所でスコットは明らかに缶の蓋に使われた革パッキンの収縮のため蒸発して、水作りと調理と暖を取るための燃料である灯油が足りなくなっていることが分かった。 どんなに節約したとしても、71マイル先にある、次の貯蔵所まで持たないと記した。3月9日に到着した次の貯蔵所でも、同じように不足が生じており、我々を救出に来てくれるであろう犬たちの兆候は、なかった。1日あたりの工程は5マイル以下まで落ちており、この体には、絶望的なほど食料と燃料が不足していた。3月17日頃、 オーツは明らかに頭が冴えたままテントの外に出て行き、スコットの証言によれば、ちょっと外に出てくる。少し経ったら戻ると言っていた。オーツの犠牲的精神も他のものを救えなかった。スコット、ウィルソン、ボワーズの3人は1トンデポから11マイル南までたどり着いたが、3月20日に激しいブリザードによって止められた。彼らは毎日前進しようとしたが、 それができず、物資も底をついた。スコットの最後の日記は1912年3月29日になっており、その死の日を仮定して、次の言葉で終わっていた毎日我々は11マイル、先の貯蔵所に向かって進もうとしたが、テントの外は雪が暴れまくる景色ばかりだ。今は何か良いことを期待できるとは思えない。我々は最後まで耐え抜くが、我々の体は衰弱しつつあり、 もちろん最後は遠くないだろう。残念だがこれ以上はかけそうにない。アールスコット、最後の日記、どうか我々の家族の面倒を見てやってくれスコットは南極天業に出発する直前にシンプソンにトンデポを再度補給しておくよう命令していた。これらの命令は5特別食、あるいはどんなに少なくとも3特別食。運べるだけの犬の餌。 1912年1月10日まで補給所に置くこととされ、補給所まで運ぶ必要があった。アトキンソンが1月28日にエヴァンス岬に戻ると、最小の3特別食が保管されていることが分かったが、要請されていた犬の餌が運ばれていなかった。アトキンソンは自分でに特別食を運ぶことにしたが、明らかに犬の餌については何もしなかった。 スコットの命令に従うために、アトキンソンは、ディミトリと犬と共に2月13日に出発した。ハットポイントには2月19日まで滞在し、この間に、エヴァンス隊医が解決病で死にそうになっていると、クリーンが足をもつれさせながら報告しに来た。アトキンソンがスコットとその隊員を救うために、南へ、なぜ出発しなかったのかは不明である。一トンデポに、犬の餌がないことは、 スコットの命令にある3月1日に、南位82度あるいは82度30分で落ち合うことをおそらく実行できなかったことを意味していた。アトキンソンは十分な犬の餌がなかったので、スコットの指定した3月1日頃に、南位82度あるいは82度30分に達し得ないことが分かったので、その出発を2、3週間遅らせ、 エヴァンス・岬とハットポイントでスコット隊が近づいてくるのを待ったのだと推計する者も,もいる。アトキンソンはバリアを数マイル出たところでエヴァンス隊員を引き取り基地に戻ったのでスコットに会うための旅を中止した。アトキンソンは医師としてエヴァンスを見るためにベースキャンプに残る必要があった。その代わりにまず熟練したナビゲーターであるライトをスコットと落ち合うために南に行かせようとしたが 気象学者主任のシンプソンが、ライトは、科学的作業に必要であると宣言した。アトキンソンは続いて、視野の狭いチェリーガラードを送った。チェリーガラードはナビゲートができず、エレバス山から見える範囲にある難易79度30分の1トンデポを、再補給しただけだった。事実上、難易82度あるいは82度30分で、落ち合うというスコットの命令には合わせられなかった。 チェリーガラードは犬の御舎であるデミトリがついてきているはずだった。アトキンソンはこの時まだ南極天行隊の安全を疑っていなかった。南極大地でエヴァンスの傍らに最後にスコットを見た時は良好に旅を続けておりスケジュールに合っていた。アトキンソンがチェリーガラードに口頭で伝えた運命の命令はできるだけ早く一トンデポまで行食料を置いてくること。 スコットがまだついていなければ何をすべきか私が判断するであり、スコットは機関の工程で犬に頼るつもりがない。犬はリスクを犯せられないことを覚えておくことだった。この命令は記憶に頼って後で記録されたものだった。チェリーガラードはディミトリと犬の2つのチームと共に2月26日にハットポイントを出発し、イットンデポには3月4日に到着し、 追加分の食料を置いた。スコットはそこにいなかった。ブッシュは自分たちの犬たちのために24日分であり、ハットポイントに戻る前に8日間待った。待つ代わりに南に移動するという選択肢もあったが、補給所に犬の餌がないので連れて行けば犬を殺すことを意味していた。そうすれば、アットキンソンの犬にリスクを犯させないという命令に違反することになった。 チェリーガラードはスコットを待つことにした。3月10日、天候が悪くなる中で、チェリーガラードの物資も少なくなっていたが、スコット隊がわずか70マイル足らず、先で奮闘していたことを知るよしもなく、基地に戻ることにした。アトキンソンは最初はライトに仕事を頼んだが、後に、私は遠征隊の楽し感がそれ以上できなかった、ことに満足していると記した。 チェリー・ガラードはその後の人生で違う行動をとっていれば南極天行隊を救えたかもしれないと考えて悩んだ。チェリー・ガラードがスコット隊を連れずにトンデポから戻ると不安の声が上がった。この時海軍の上級士官としてエヴァン・スミサキを指揮していたアトキンソンは天候が許せば南極天行隊を迎えに行くことに決め3月26日にキーヘインと共に ソリに18日分の食料を積んで人が引いて出発した。大変低い気温であり、3月30日までにコーナーキャンプに到着したが、アトキンソンの見解では、その天候と気温、それに1年のこの時期では、それ以上南に行くのは不可能と判断した。アトキンソンは、私の心の中では、南極天行隊は全滅したとほとんど確信していた、と記録していた。 残っていた遠征隊員は、冬の間、エバンス岬で待機し、科学的作業は続けた。春になってアトキンソンがまず考えなければならなかったのは、キャンベル隊に救いの手を差し伸べるべきか、南極天行隊の運命を確認すべきかということだった。全員の会合で、まず、スコットの兆候を探すべきと決めた。捜索隊は10月29日に出発した。 前年夏に補給のために来航した寺の場から陸揚げしたラバのチームを連れて行った。11月12日、救援隊は1トンデポから11マイル南で、スコット、ウィルソン、ボワーズの交代隊の入ったテントを発見した。アトキンソンはスコットの日記の最後の部分を読み、災難の全容が明らかになった。日記の他に個人的な遺品や記録が集められテントを 遺体の上で畳み、雪のケア案が建てられた。その上には、グランのスキーで作った十字架が建てられた。捜索隊はさらに南で、大津の遺体を探したが、寝袋が見つかっただけだった。11月15日、大津が死んだと考えられる場所近くにケア案を建てた。捜索隊は11月25日にハットポイントに戻ってきて、キャンベルの北隊が自ら脱出してきて、 無事基地に戻ってきたことが分かった。1913年2月10日、早朝、エドワード・アトキンソン博士とハリー・ペネル隊員が、ニュージーランドのオマルー・ミナトに入り、そこから遠征隊のニュージーランド代理人、ジョセフ・キンゼーに、高度化されたメッセージを送って、スコットとその隊の運命を伝えた。アトキンソンとパネルは明るくなるまで街で待った後、列車の乗って、 クライストチャーチに近いリトルトンでテラノバを迎えに行った。キャンベルが遠征隊の中では海軍の上級士官だったので最後の数週間はその指揮をとり、1913年1月18日にテラノバの到着を待った。最後の出発前にハットポイントを見下ろすオブザベーションヒルに木製の大きな十字架が建てられ、それには死んだ5人の名前が彫られ、 さらにアルフレッド・テニソンの詩、ユリシーズから、戦い、求め、見出し、そして負けないという句が彫られた。ハットポイントを見下ろすオブザベーションヒルの十字架、テラノバの記念に1913年1月に、建てられた三南極天業体の死因として考えられるのは、上か、脱水症状あるいはその両方であり、ソリで運んだ食料の問題が興味を呼ぶ。 遠征のソリの体で運ばれ消費された食料は1910年に理解されていた栄養学に基づいている。高タンパク成分がソリを特に人力で引く、重労働の場合に燃焼される熱量に置き換えるために必要であると強調された。実際に食料のカロリー値は非常に過大評価されたが、それはかなり後の時代に明らかになったことだった。 一人当たり1日の食料は16オンスのビスケット、12オンスのペミカン、3オンスの砂糖、2オンスのバター、0.7オンスの紅茶と0.57オンスのココアだった。南行きではこの食料に加えて、ポニーのソリを引く仕事が終わった後に、それを殺して肉を補充したが、そのような補充は短期間でカロリー不足を埋め合わせる以上のものではなかった。 スコットとその体を失ったことは、アムンセンが最初に南極点に到達したことも含め、イギリスの大衆の心にある他のものべてに影を投げた。スコットの悲劇の英雄としてのイメージは、長年、非難は愚か事実上意義を出せないものだったが、死亡した者の,の親戚を含め遠征隊に近い者の,の間には亀裂もあった。ただしこのことは、大衆の中にはなかった。 俳優ジョン・ミルズがスコット役を演じ、レーフ・ボーン・ウィリアムズが音楽を担当した1948年の映画南極のスコットは慎重に戦略と人意以外の問題を描いたが、焦点はイギリスチームの精神だった。1970年代まで大衆の受け取り方に実際の変化はなかった。その時までに遠征に直接関わったもの,のほとんど全てが死んでいた。 1979年、ロランド・ハント・フォードの著作、スコットとアムンセンの出版で議論が始まった。ハント・フォードは、スコットの権威主義的指導スタイルとされるもの、及び人についての判断がまずいことに批判的であり、南極天行隊の全員を死に導いた一連の組織的失敗を非難した。スコットの個人的立場はこれらの攻撃に傷ついた。その評判を回復しようという試みには、 ラナルフ・フィーネスによる証言、スーザン・ソロモンによる最終的にスコットを倒した気象条件の分析、デイビッド・クレーンによるスコットの電気、カレン・メイによる犬のチームが帰還する隊を速やかにベースキャンプまで運ぶことを指定したスコットの命令の再発見があった。スコットとアムンセンの業績を比較すると極限歴史家の大半は害してアムンセンのスキーと犬に関する技量、 氷の状態に関する総合的地質度合い及び科学という目的のない遠征にはっきり集中したことで極点への競争ではかなりの利点があったことを認めている。スコットの体を倒した災難に関する判断は死に望んで書かれたものでポニーという輸送手段を当初に失ったこと、気象条件、私が計算できなかった貯蔵所での燃料の不足、 エヴァンスとオーツの病気が挙げられているが、最終的に、我々の遭難は、バリアの上で、厳しい天候に突然変わったことであり、日中で過詞30度、夜間で歌四47度となったことだったと、結論づけている。1912年3月1日に、犬ぞりチームと出会うことに失敗したことについて、スコットは、誰も避難できない。我々に支援がなかったと示唆させるような試みがない。 ことを期待すると記していた。チェリー・ガラードは、アットキンソンから、犬ぞりチームを任されて遅く出発したが、スコットに出会えず、疲れ果てて基地に戻った。やったことの全体は、単純にもしもに苛立つことになる。と言い、異なった決断や状況の集積が、最終的に惨事につながったのであるが、この事件の前に誰もが懸命であったように、我々は懸命であると語った。 遠征から31年後、テラノバは、グリーンランドの基地に物資を運んでいる時に、回復できないような損傷を受け、火を放たれた上に、その後の1943年9月13日、グリーンランド南岸沖からの砲撃で沈められた。北緯60度15分15秒、成形45度55分45秒に沈んだ。2012年に、水中の残骸が発見された。 2017年8月、ニュージーランドの団体アンタークティックヘリテージトラストは、ケープアデアにおいて、テラノバ遠征隊が残したと見られるフルーツケーキを発見したと発表した。厳中客中、ありがとうございます。